めっちゃまくってるやん。マジで。いや、早っ。マジか。いや、弱え。弱え。ちょ、前逸。リハビリも兼ねてね。キングアーサー、モルモト、佐々木作さん、白瀬、オクタビア、野球マスク。ということでね。まあ、花丸、今のテンプレデッキで、やっていこうと思います。まあ、前目がこれ、まあ、走るかが、そこも鍵だからね。はい、最弱初期値でやってきます。球速コントロール、最低値はちょっとまずいかもしれないけど。懐かしいな。久々にやると面白いかもしれないね。うわー、これどうしよう。いや、3引けるでしょ。オッケー。さあ、その、花丸は結構考えるからね。そこもきついよね。613450。なんでこんな青のカードが配置されてんの？無難にまあ、フラッシュでいいか。手が引いちゃったか。いや、投手は話変わってきます。投手は開眼しなきゃダメですね。査定伸びないっす。強いじゃん。7000発作れれば更新ですね。多分。おお、1枚5割れ。緑5でここまたフラッシュでもいいな。それでいっか。花丸はもうね、一周回って、あんまり役気にしない方が、いいと思います。ああ。ぶっ壊れたところに来たな。マイベマチ頼むよ。地獄の乾燥チャレンジ。なんか3使っても行く練習なくね？ 3、2か次。いいかな。それが2をコントロールかメンタルに置いといてストレート待機しとこうかな。緑1来やすそうだし、そうしようか。アタックが監督もいるしな。おーしー、誰か友達スタンプ10個くれ。3000点だったな。なんならもっと入ってたな。おい、急速骨。これどっちだっけ？上だよね。どっちに使うかだよな。わ、強いじゃん。ヘアフラッシュ。骨潰し忘れてた。重い球カチューンは取らなきゃダメだね。怪我も取るか。あー、タイピンチどうなのこれ。諸元のイベント来てから欲しかったけどね。いや、いい回復。いやー、急速かなー。佐々木作さんあげれるしなー。マジで立ち回りが多分下手になってるけど。
久々にやったということで、更新来ないかな。タイミング完璧だね。これは、まあ、球速変化9球がワンチャン狙えるのか。プレミアムはあと2。まあ、球速強いけどね。海岸、怪物級チャレンジもできますと。まあ普通じゃない？あの転校生来ないのが違和感あるね。タックなしか。なしだけど、ヒーローそれは強いな。プレミアムカード兼監督か。普通に渋いんですけど、オクタビア来たから球速上げないとね。あー、貯めるか。まあ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 、これでプレミアムカードが来ますと、何が来る？これ下だよ。続行は下だよね。1プレかい。ああ、そこそこ強い。うわー、きついな。まあ、しゃあないか。いや、花丸きついな、本当に。一枚強い。急にかと思えば、はまり出すからね。うわ、何それ。ヒーロー4人。そのうち体力きつくなるのは遊ぶか。まあ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 、ああ、そっちもまあ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 か。技術が入んないとマジでどうしようもできない。昔なんであんな花丸ハマってたんだろう。信じられないんですけど、今やってて。イベントも来ないし。強い。絶対マイベミカンでしょ、このペースでいったら。アトエビは大丈夫そうだけど。見て、青6引いたけど今じゃないんだよな。使うか。技術をちょっとでも入れると。いやー、じゃあいいや。ちょっとでも回復しなくてよかったね。ダブルタック、ダブルタック。
4を使ってしまうと青6になってしまう。花丸むず。はまらなすぎてわかんない。まあ置いとくのがベターだよな。タイミングよろしくないのよね。緑ならやっときたね。8プレ。悪くはない。8プレー、このスタミナに刺してもよかったけどな。踏んでから思ったわ。強い。いや、これはハマってないでしょう。え、花丸ってセクサン2枚いけばいいのか。闘争と一緒か。ようやくでかいの来た。かも9もあると。俺あわよくば、いや、あわよくばできねえか。これをもうセクニからガンガン引いていかなきゃダメなんだよね。あとは複合役をどう作るかだな。やびらんよ、知らせから欲しい俺は。7は9、いや、急に来るやん。急に始まった花丸が。急に花丸が始まりました。これ捌くのも大変なんですよね。そうでもなかった。セクサン2枚いければありそうだね。ただイベント来てないんだよね。成功した。金徳イベント大丈夫かこれ。いや、できれば変化で行きたいな。いや、球速強いな。遊ぶしかないのか。そっか。正解は遊ぶでした。え、これ9使う価値ある？技術カンスト、変化カンスト、あるな。筋力がちょっと入るな。行こう。これすごいな。3500点くらいあるんじゃない、破壊力的には。
急にハマるやん。俺このサクセスもうダメかと思ってたんだけど、急にハマるじゃん。変化、大強羅者が一番ちょうどいいんだよな。取るか。もうこれでいいでしょう。いや、やっぱこれ来ると楽しいな。これ来ると花丸楽しいわ。ついよ。いや、もう金と貸してここまで来たなら、多分全員1回目とかだけど、まだ。あーあーああ、止まんねえや。ちょっと待って。緑5がいますね。これ緑5やって、8にすれば攻略できるね。で、7は急速に刺す。まあ、守備でもいいけど。第4変化は、査定効率悪いんすよね。確か。そんなことを昔自分も言ってた気がするわ。あ、でもこれ取るしかないな。これ取るしかないな。ここまで行ったら取るしかないな。高速進化にしよう。あ、そう。セクサーハマりよく見る。いや、タイミング最高なんだよな。いや、マイベランで、あとは。これだったら行ってもいいかな。うん。超尻上がりサクセス。あと、モルモト2回、アーサー2回、マスク2回、福井ベガニコルツくらい。割と絶望的だけど。あ、待って、Q も使えんじゃん。ちょっと待ってよ。青Q残した方がいいのかな。あ、そうね。青Q、スタミナ赤ゼロ、青Q、スタミナみたいな感じの方がいいか。ってことは、こっちだわ。やりすぎたぜ。で、ギュイーンって回復しますと。全部壊れた。イベントこれ。紫7は結構強いかもしんない。うん。ちょ、トリコロール。役稼ぎに回るとね、花丸で伸びなくなるからね。おー、強い。モロモト走るかわかんねえけど。もうだろ、そのイベント来ないで。ちょっと待って、今日ばっかりは、急速にいてくれ、みんな。うわ、あ、でも監督行かなきゃまずいか、これ。まあ、ちょうどいいか、そしたら。カイドウが、バカみたいに重いな。うわ、監督とかギリギリだな。で、スタミナ。お、来てる。二人。あ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。これ、青級使って、紫なら刺しても、いい。4使って緑が来れば、役になるか。じゃあ使おう。うわ、全然違うわ。これ精神がすげえ、うまいね。もういいや、休息。だ、なんで3個壊れんの。
え、それはちょっとマジで予定狂ったんだけど。いや、それはちょっと困ったな。うわー、もう超強かったじゃん。あ、紫色くらったからいいや。外してたわ。そっちでも発狂してたわ、多分。まあ、トリコロールは攻めて取ろう。ちょ、前で走って。あー、きついか、やっぱりきついのか。前目。よし。リーチ。まあ、結果ダブルタック来たならよしか。どんくらいまくったセクさん。てか3枚壊れ多すぎだろう。めっちゃまくってるやん。マジで。ハマったわ。ちょっと、マジで感想を祈ってください。あと5個くらいイベント残ってるけど。よーしよ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 し、ダブルリーチ。あの、マスクはそのイベント切っても闘魂なんだよね。おー、マジで。なぜさっき壊れたし。あー、来ない。しかも。でもそれいらないんだよな。スタミナだけでいいな。そっちじゃねえんだよな。でも監督いるのか。プレミアムパワーはあと1位。2つかはな、あ、使っちゃダメだ。置かなきゃダメだ。オッケー。イベント、あー、一人か。いやー、もうこれ休んでる。ないか。踏むか、踏み行くか。トリコロールはクリア。うわー、トリプルリーチ。頑張れ。あ、8来た！マジか！ 8 来た！待て待て待て、それは、ある。狂気で取れる。ぶっ壊そう。ここはもう行かない。で残りマイベが6個か7個、そこで3回来なきゃいけない。かなりシビアですけど、頑張りましょうか。無理にあげな、ディア。さあ、うーん、強いけどそれ違うね。これ Q 使わなきゃいけないっていう、もうしょうがないんだよなこれ。何これ、もうイベントお願いします。よし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 、あと2人、あと2人、あと2人で、スタミナ。うん、
まあいいでしょう。うわ、筋力、破壊的筋力。これちょっと最後赤ゼロで遊ぼうかな。赤ゼロで、でもどこもテンパイの練習ないしな。筋力と変化で開眼するか。どうせさばけないもんね。ダメですね。そう、前触れが今となっては外れですね。敏捷使わない軽いやつでお願いします。フラグ回収、当たりなのに、めちゃくちゃ当たりなのに。これは、うん、取んなきゃダメ。一旦筋力さばけそうだけどな。安全圏は取るか。これでいいや。ああ、でかい。それでかい。イベント！ああ！あれ、7月1週ってイベントないんだっけ？って考えたらやばいな。守備。うわあ、ちょ、これもうゼロガチャだ。ゼロガチャ。なんか来い。お、42枚で役にできる。42枚で役が作れる。それはいいんじゃないか。印象いきます。なんか強い役になんないかな。おお、待って、超強くね。ペアトリコロールになったんだけど。そんなことある。あ、でかい。この6ポイント、これ12ポイント入ったわ。とりあえず最低限入った。謎すぎるでしょこの豪運。イベント来てくれ頼むから。ああ、そうか、次来ないのか。あと3分の2か。3分の2。変化はもうなんか、ラズベリーはいけるでしょ。この後の変化乾燥とかが来た瞬間、結構筋力ポイント足りなくなるから、そこに寄り蹴りって感じですかね。もうそろそろもう捌くのしんどいんですけど、制圧はもらえるのか。球速安定とバント封じ取るには、あと8ポイント必要なんですよね。お願いします。朝、よしよし。あ、いい、そっちか。あ、そっか、これ筋力かけるね。来ました、来ました、来ました、来ました。それがあるの、それがあるの、それがあるの。あと朝一回頼む。切れコツもらえればちょっと話変わるんだけどね。まあいいや。来い！よ、やった！あー、もうやばい、それは。マジでクソ、それは。終わった気がすんな、今ので。3連続イベントはないでしょう。ちょっとこのままでいこうかな。武器値最悪だったからね。よく持ち直したわ。さあ、どうなんだ？マジかよ！来んのかよ！来ん
のか、やべえ、ビッシュやべえ。ビッシュ送れよ。くっそ。待って待って待って。あ、11。で、あと11ポイントか。ほら、どうなってんの、これも。守備2回踏めばいけるか。バント封じ取れないって結構自己案件だけどな。やべ。イベキャラが、練習交換持ちのイベキャラいればさ、稼げるのよ。お、これ期待できる。光ってないっていうことは、球速コントロール、守備メンタルにいるってことでしょ。お願いします。あ、ナイスナイス、9ポイントでかい。9ポイント、あ、バント封じが1個取れるわ。でかい野球マスク。ありがとう。これでもうピンチャンでいいかな。いや、この9ポイントはでかいよ。開眼するか。技術精神足りなくて変化無理だろうし。もうこれ別ゲーになってる。え、敏捷使わない。軽いやつ。ああ、いいじゃんいいじゃん、いい、全然いい。取ってよかった。取ってなかったら微妙だったけど、取ってたからちょっとよく見えるやつね。野球じゃなくてもリアルファイトで点取ってるやん。強かったら行くよ。あー、分かれたね。典型的な花丸のこの余る筋力変化が余るっていうね。筋力変化が余ってるサクセスはいいサクセスだと思います。さあ、ラストでかいのお願いします。どっちに偏ってるか。来い。あー、まあ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 、ひどくはない。最後は行きますと。うわ、ギリギリだな。ギリギリすぎる。逃げ玉とか取りそうですね。精神がやっぱき、ああ、これ取れるかな。エピローグあるから、ギリギリか。どうなるんだ、これ。読めません。久々すぎて。エース更新は無理だから中継ぎでいいよね。ちょっと筋力変化溢れてるけど、どうですか。あれ、セクヨン全然出てねえじゃん。そんな出てない、嘘でしょ。大失速すぎるんだけど。そんなサボってた俺。やべ、事故動画だこれ。全然更新すると思ってたのに。はい、ということで、こんな感じですね。金徳、あ、少な。金徳、全成功、二次徳、二種の、怪物級医学かな？それ以外は、全部取りましたということで、各集客は27です。そりゃ伸びないわな、それは伸びないわな。これでいくつ、
FT3 くらいか。あーむず花丸。ちょっともう闘争投手やろうかな。